3月5日に木下さんが事務所を退社した時に、うん、江頭さんから、うん、事務所退社大丈夫ですかと送ってます、ね、で、木下さんが、うん、僕も YouTube で ありがとうございます、僕も YouTube で頑張りますと。ちょっとここでね、はい、木下が YouTube を始めるんだけど、はい、叩かれまくるんだよYouTube を甘く見てた甘く見てたんですか、うん、いやいや江頭さん、僕も YouTube で頑張りますって帰ってきた後、1ヶ月空いて返信してるんですけど、今辛い時期だと思うけど頑張ろう、ワイドナショーに出てたからね。あ、そうだったんですね、うん、あ、なるほど、それを見て、あ、優しいですね。でも江頭さん、ちゃんといい話浅草キッドの玉袋筋太郎さんが、はい、激痩せしたのね、一時期で、俺飲み仲間だったの。そしたら、それ覚醒剤をやってるからっていう情報をある筋から俺聞いたんだよ。そしたら悲しいじゃん。いや、悲しい、それは悲しいですね。だから本当のことを言ってくれって言って、たまちゃんをうちに呼んで、え、その時はあれですか、本当にもう泣いちゃったんですか、やっぱ止める時は。友達だもん、やっぱ本当のことを言ってくれ、本当のことを言ってくれって。そしたらたまちゃんも泣いちゃって、まあ、嬉しかったんでしょうね。誰が起きてるんですよ、ね、でも激痩せした理由は違ったんだけどね。ただダイエットしただけだったんだけどね。